私たちの方で泥棒の話やったしな。これはどうしてかってえとお客様方に差し障りがないのと、もう一つはってえと、やっぱり物を取り込むなんてんで縁起を担ぎましてね、よく泥棒の話をいたしますが、でもあの講談だとか浪曲の方に出てくるようなものすごいんだとか形のいいのは出てこない、でも泥なんて言いましてね、何にもやることはないから一つ泥棒でもやってみようかしらなんてんで物のついでに始めるんですから、大したのは出てきませんですね。あの足の速い方が泥棒を追いかけたって話がありましてね。あ、どういうんだ、あんちょめくれ、俺今泥棒かけてんだよ。おめえが、うん、町内で一番足が速いってんじゃねえかよ。おめえに追いかけられた泥棒は災難だな。泥棒できたい、後から来るんで、そんなに早くてしょうがない。まああの人間というものは陽気によっていろいろと気分が変わってまいりますが、夏場になるってえと暑いもんですから、どうも寝にくい。そうなるってえと皆様方のお宅でもそうでしょうけれども、窓やなんかよく開けっぱなしでついつい寝てしまうなんていうことがありますね。そうするってえとそこを狙って泥棒が入る、こそ泥なんていうのが夏場にはよくあるもんだそうですけれども、うるせえな本当に。誰だよ、表の戸をガタ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 させやって本当に。どうだよ、こんなおめえ夜遅く、はは。盗っ人かよ、おい。まぬけな泥棒があるもんだね。そんな貧乏長屋へったって取るもんなんてあるらしねえもんな。ああ、素人だよな。仕事ならしてねえんだな。ああ、ダメだよ。その戸をね、そーっと開けよったって開けやしねえぞ。敷居が腐っちゃってんだ。下手に力入れるってとぐっと止まっちゃって動かねえぞ。毎日暮らしてる俺だってガタクシやっとくんだ。それより通すと上持ち上げて手前引いてみろ、外れるのに分からねえのかな、本当に。はは、ほら神明じゃねえよ、慣れてんね、この戸を音もなくスーッと開けたよ。入ってきた、ほっかぶしてん、大きな野郎だねおい。また俺は金がありゃ怖いんだな。銭がねってのは気が楽なもんだな。何やったって怖くねえんだからな。へえ、はは、やっぱりこれ素人だよ。足元が定まってね、ガタガタ震えてやん。おい、ずかずか歩くな、静かに歩け。むやみやたらに歩くか、おめえなんかケツ、ほらほらケツまずいた。本当に静かに歩けってんだよ。どうして分からねえんだろうな。足でこうスンと歩けばいいのに。あ、そっち来た、落っこちるぞ。そこ穴が開いてんだろ。落っこちるってんだよ。ほら落っこちやった。バカだねえ。そんところ畳上げちゃって値段押しちゃったんだよ。対比するのに何もねえから穴が開いてんだよ。バカだねえ、あんな。ほら頭打ち上がった。縁の下でいきなり立ち上がんな、おい。どんなに背の低いやったって手に頭つくぞ、おめえ。うわ、やっと顔出ちゃって。キョロキョロして。おあんなとこに捕まって危ねえな、おい。あそこ捕まったら棚が落っこってくんね。おい、ダメだよ、そこ捕まって。あっ、そこ捕まっていけ。静かにしろ。何を言ってん、俺はさっきから静かにしてんだい。おめえの方だガタガタうるせえな。もっと静かにしろやんと。そんなうるせえ泥棒ってのあるかい。こっちか、こっちへ、こっちへ。わからねえのか、目が慣れねえんでしょうがねえな、暗いから。こっち、ほら、こう、ほら、こっちか、こっち、ほら、こう、見えるか、見えるか。ねえ、ほら、やい、出せ、何、出せよ。何出せってんで、盗っ人が入ってきて出せってんだから、相場決まったら、金出せ。あ、金か、そりゃ気の毒だったな。俺んとこ今金がねえんだい。なこと歩け。これだけのおめえ長屋とはいえ一人で書体貼ってんだ。1円や2円の金あるだろ。それがねえんだよ。もう10銭かけ1つね、1文なし。気の毒だったな。またある時来い。ええやろ、出さねえなてめえ。よし、出すなよ。俺はな、おめえがどうしても出さなきゃならねえようにして出させてみせるからな。いいか、おう、これは目に減らねえか。はあ、大層叱ってんね。危ねえぞ、そんなもの持ってると。どうしようってんだい。てめえが金を出さないといや、これでもっておめえの横っ腹に刀を開けるぜ。ああ、そうか、俺は金を出さないからってんで、おめえ俺を殺して金持ってこってやろ。あ、そう、分かった分かった、よく分かった。これでこれで、おい、これはおめえ竹っぺらに銀紙貼ってあんじゃねえぞ。こんちしょ、本物だよ。俺は殺すとてめえ死ぬんだろ。いいよ、やってくれよ。俺やるったら本当にやるぞ、この畜生。これおめえ、腐ってやるとおめえ、皮なんか破けて肉のところガリ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 やって、おめえ、血やなんかたっと流れて、てめえ、この畜生、痛えぞ。うん、痛くてしょうがねえ、我慢するよ。殺してくれよ。俺死にたくてしょうがねえんで。やる、買ってやるじゃねえ、本当に。人間なんてな、いくらおめえ、年を取ったって死にたくねえからみんな苦労するんで。おめえなんぞ、こうやって見るってと、どうやら若そうじゃねえ。若いもんがなんだってそんなに死んだがるんで。食えねえんだ。食えねえ、おめえ病人か。何言ってんねえ。私らよ、私らけどおめえ稼げねえんだよ。
どうしたんで職がねえのか、職があるんで、いくら、ほら、腕いいんだよ。だけども稼げねえんで、老婆がねえんだよ。岸減っちゃってんだ。んで、じゃあ早く岸から出して仕事行ったらいいじゃねえか。岸から出す金があれば苦労はしねえんだよ、うせえな。どっかで借りたらどうだ、その野郎、おせっかい野郎だな、うちのおめえ。借りよったってどこでも貸してくれねえから、こっちはイライラしてんじゃねえか、情けねえと思ってんで、だから死んでんで、そこをおめえが殺すってんだ。なあ、おあつらいいじゃねえか。だから殺してもらおう。殺せこの野郎、静かにしろよ。もし人が来たらどうすんで、人が来るや、俺はおめえ、弱るじゃねえか、こっちは。小さい声しろ、小さい声よ。な本当に。じゃあおめえ、本当に金がねえのか、えじゃあ、おめえんところなんか行ったってしゃあねえよな。ほら、脇行くよ。おう、なんで消えるのか、殺しかけたんだ。殺せこの野郎、しょうがねえな、本当に。おめえ、じゃあ、どこまこどうしてもてめえじゃ出せねえのか、えいくらで入れたんで、5円なんで。5円しゃあねえやろね、本当に。あ、ほら、おめえんところにこれ、減っちゃったのが二の因果と諦めろ。えこの人間で、ごめん、おめえにやるから、早く道具箱出して仕事行け。えおめえがごめんくれんのありがてえな、おい。そうかいどうもすまねえな。遠慮なしにいただいたか。これで道具箱、弱ったな。なんでこれ、やっぱりおめえに返すいらねえ。遠慮すんね、遠慮すんじゃねえんだよ。ごめんじゃ出せねえ。今おめえごめんついたじゃん。入れた時はごめん。長い間入れっぱなしになってんだいぶ利息を食ってんだから俺は死んでくると まで言ってやろう俺利息まで出すのかえ分かったよ出すよだから小さい声しろよ小さい声よえ いくら利息が溜まってるか知らねえがこれでなんとかしろいあそうかいすまねえなありがとうありがとうえこれでもって出せなえ弱ったな何が弱ってんだおめえすまねえがもうちょいと前に来て俺の体触ってみてくれ体えほらなほらすっぱらかふんどし一つねああ仕事に行くとならどうしたっているのは反転腹だけもむしきだよねこれはそっくり冷えちゃってるねこれがなきゃおめえ道具箱受け出したって何にもならねえまた入れちゃうどうにもしょうがねえ死んだ方がいいってんこれで悪い野郎だね本気症肝心なところに来ると大きな声を出しゃ小さい声しろってんだよ分かったよ出してやるよそんな酒やってまんとえほらもうすっかりさらって出してやる今度は細けんだえいくらあるか分からねえぞなとにかくここにおらな出してやるからこれと思ってな反対腹だけ桃式出して余ったら全員と思ってえ米でも買っておまんま炊いて飯食って出るよすまねえなどうもありがとうありがとうとおりなすっかりさやんなっちゃってなえこれがちょっと待ってくれよちょっと待ってくれなどうぞこう出して反対腹だけ桃式でおまんま食って弱ったなまた弱ってやら、こんちしょう。何弱ってんだ、弱んのよせよ、どうしたんだい。いや、あのな、おめえ素人だから何も知らねえがな。職人てえのはな、取るから取るまでの間、食いつながなくちゃなんだよ。え食いつなぐ間ね、この余った銭じゃ食いつなげねえんだよ。しょうがねえから、そんなと反転払うけども、もし道具箱また七入れちまう。で、俺は切っちゃうよ。そうするってえと、元と同じだ。ねこんな半端な銭もらったって何にしようがねえ。え返すよ。おめえからいくらかもらえや、おんもあら、義理もあるんだな。もらわなきゃ、てめえと俺とは五分と五分で。で、ゲットらすねえ、こっちと。やだよ、人に。え俺は死んでんだよ。死にゃいいんだ。これでもうやろう根こそぎ取ろうと思ってやな分かったよえこれは俺がな大事に取っといた金だよえもう本当にねえんだからいいかよくこんなかおめえ疑うんだったらこのね紙入れん中よく見た方がいいよもうねえんだからえ知らないよもうまでまあもうそうかいどうもありがとうありがとうこれでもってなんとかなえおめえ紙入れいらないのあそうありがとうじゃあこんなか入れとくよおおすまねえなどういやー助かったおめえはいい泥棒だね今に大泥棒になるよな、うん、親切な泥棒だおめえのその親切なところを見込んでなもう一つ頼みがあるんだよないい加減にしろこの野郎もうほら一文もねえんだよいや何今じゃねえんだよ病気の変わり目にもう一遍来てくんね